し。お疲れ様です。今時刻が15時43分です。ここは呉市広、古新街のあたりになるかな、はい、そのあたりを走っております。今ね、手摘みに来てました。眩しいね。ちょっと窓開けます、暑いんで。よいしょ、日差しが暑いです。今多分もうおそらく積み置きになるんじゃないかなと思うんですけど、一応事務所の方へ向けて帰ってます。横路町のあたりを通って帰りましょうかね。いや、暑いね。お、ラッキー、タイミングいいですね。やっぱね、朝めちゃくちゃ寒かったんで、そうそう、日中も暑すぎて寒暖差がやばいですわ、今日は。今日新築現場ばっかりだったな。新築現場の手積みが2現場と、はい、で、あと朝一は広島市内に入れ替えに行ったんですけど、午前中はだけ小川地町、ほんで廿日市の楽楽園の方へ行って、そうで昼から、今広の方へね行ってました。行ってましたというか来てました。三宅の元祖さんがね、確かこの辺にあるよ。あ、過ぎたっけな、もう。確かこの辺でなかった、左側へあった気がするんですけど、あの広島の有名な元祖、ここじゃなかった、この左手ガソスタの先ぐらいにない、あれ、あ、違ったな、あ、全然違った、あら、あ、まだ手前か。確かこの通りにあったんですけどね。そうそう、この通りにあったんじゃけど、大丈夫、よし、こういう時右からパーッとね、車が行かんか怖いんですよね。そうそう、いや、優しいわ俺は、やっぱり優しいわ俺は、全部もうお譲りしますから、その一言が余計よね、優しいわ俺はっていうね、いいじゃないの別にね。
今これ右手が呉市横路のあたりじゃないかな。あ、そうですね、今横路のバス停がありました。横路とかね、みぞろ町とかね、みぞろはもうちょっとね戻った方なんですけど、あっこも狭いよね。もうみぞろ町の現場って聞いたらもうね、ヒーってなりますけどね、うん、狭いし結構な坂道だし、一番右を走っておきたいんですよ、ね、この先でまたねトンネルくぐったら一番右かおらんとけんの。今ここが、先小倉の交差点ね。まあ広島とか中国地方よくトラックとかで走られる方はよく朝の交通情報でね、先小倉の交差点が渋滞してますってよく言いますよね、もう座元さんは辞めたんかな、日本交通情報センターの、ね、田下さんとかねいらっしゃいますか。まあもう最近ちょっとラジオあんまり聞いてないんで、金曜日なんですけど、明日から皆さんもしかして3連休ですか。いいですね。いや僕は実は日曜日も仕事なんですよ、うん、仕事言ってもこれまた一番なんかちょっと嫌な時間帯というかね、夕方4時夕方4時に1件ね手積みがあるんですよ、現場が広島市中区八丁堀のあたりでね、もう町のど真ん中ですよ八丁の方で4時に手積みが1社あって、まあそれだけで終わりなんですけど、まあ、だから日曜日は、まあ、昼から息子のソフトがあるんで、まあ、2時半ぐらいまでソフトの練習参加して、僕はでそこからもう会社に行くっていう感じですね。で月曜日はまあもちろん休みということで、ただ月曜日がね、僕当初ね宮島行くって言ったんですけど、ちょっとねあの姪っ子ちゃんのね誕生日プレゼント買いに行こうと思いまして、約束したんで、そう姪っ子ちゃんとなのでね、はい、月曜日か、それが月曜日よ、そう明後日、しあさってか、もう祝日も何の日か分かりませんがね、全く。本当はつけちゃいけんけど、めっちゃ明るいでしょつけたら、室内灯。このデュトロはね、そうこの方から室内灯もねこの LED の分になってからねめっちゃ明るいんですよ。はい、今休み山トンネルを抜けております。積み荷はね、最後の養生剤なんで
軽いです。養生剤、段ボール、あとまあ余った木材が、長物がちょろっとあっただけですね。ほとんど養生ボードですね。はい、養生ボード。気がいいね今日は。本当今12分ぐらい回しとんか。はあ、はあ、呉高速乗って15分、ね、矢賀の方までこれ行けるか広島呉道路も撮るそのまま。ちょっと GoPro 復活したんでね、今ちょっとテンション上がってるんで、これ矢印信号出るから。あ、出たね。よし、ほれ。ちょうどこの左手あたりが溝呂町ですよね。確かね。飛んでったな、あのクラウンは。うんこ漏れそうっていうか、もううんこ漏れたんかな。まず締め切っとったらほんま暑いですわ、うん、夕日がねほんと暑い。走行画面のカメラが止まった。
私の顔だけで、そう、私の顔だけが映ります。はい、じゃあもう俺の顔だけになったんでね、終わりましょうかこの辺で。はい、まあ、もうすぐ高速道路、広島呉道路乗りますんで、はい、じゃあ最後までね、気と肛門を引き締めて、締めに締め上げて、安全運転で帰りたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。さようなら。